はい、今ちょっとね漂白剤を使ってまして昨日からね、やっとおじいちゃん来たらもう終わらせてご飯作らなきゃいけないんでね、ただまあちょっとまだもうちょっと洗うんで、もうちょっと洗うんでね、ただもう結構使わないわけいかないんで、今こうやって飛ばす。うまいとね、よいしょ、こっち側に置いとくか。洗い立ってのもね、めちゃくちゃいいよね。定期的に洗わないと、すごく嫌な匂いが移るからね。もう辛いね、これはね。落ちないです。やっぱ。よいしょ。ね、まな板はちょっと置いておきましょう。よいしょ。プールによく行くんでね、よく行ってたんで、あんまり最近のあれだね、漂白剤って塩素臭くないもんだね。よいしょ、気がつきませんでした。よいしょ、これでね、はい、あー、昨日よく飲みましたね、これ、ウイスキービールあ、やっぱとんでもないね、ちょっと酒やめんと取りすぎだよ。もう今100キロぐらいありますね。まあいいやね、なるのしかならん人生は。よいしょ、よいしょ、前がおしっこしてます。まいちゃんおしっこしてますね、こんなところでね。あ、もうどうなるんだこの人生。わけわからんですね。よいしょ。あ、痛い。腕が痛い。腕が痛い。なんかここら辺水いっぱい落としちゃったね。まあいいや、もう始めないと。しかし出てこみあれ、ね、なんだかのシャツだね。どうすりゃいいんだ今日は。ご飯は少しあるね。ご飯は少しあります。西の方に汁があるね、汁がね。これ昨日の汁の残ってるやつですね、これね。
これをちょっと利用しますか。味噌汁に仕立て直しましょうかね。朝は周りに肉入ってる汁ってのは飲みたくならないよね。だからちょっとまずは白菜を入れてこの汁を作っちゃうことにしましょう。よいしょ。ちょっと待っててね、皆さんね。おいおい、もうちょっとかかるけど、はい、じゃあ白菜をね入れて仕立て直したらもういいのかな。もうそれで終わりだね。前のご飯だね問題は。まゆちゃんのご飯、これがね、前のご飯になりますね。材料ですね。油もやって、あ、仕立て直すにしてもあれがないわ。なんかねえぞ、白菜が。豆苗にしましょう。それで終わりだ。豆苗と、あと、薄揚げ入れて、チーズにしましょうね。前、押し越したでしょ、お前。押し越したでしょ。もがしもありましたね。これも入れましょう。もう本当になんていうの。この汁にちょっと水を足さないとダメですね。どっちにしてもね、水を足して、はい、温め直してる間に汁が出来上がります。よいしょ。あ、やっぱもやしを昨日夜ジンギスカンしたんでね、こうね入れて、こんなお湯を、よいしょ、豆苗だね。その食事っていうのはその水溶液とともに明日のその生命をね持ってくるわけでしょ。だからそれをとにかく基本に考えればいろんなご飯ね、どんなの作りゃいいんだなんてのが分かってきますよね。昨日作った汁ってのは随分少なくなってるはずなんでね。けどね、その上にはものすごい数の空気中のバクテリアが降りてはなんかしてると思うんだよね。すごいよね、確かにそう考えるとね。大抵汁をこんな風に仕立て直すのあんましないんだけど、これだけもう少しにいろんな具が入るとね、面白いですよね。はい、それでちょっとこっち側のまーちゃんのご飯、やっぱほうれん草もあるでしょ、ピーマンもあるよ。ほうれん草にピーマンに生命の輝きがこれ生命の輝きかね、くず野菜とか残飯だよね。生命の輝き、パヤパーン入ってくるでしょ。で、この中の、お肉が、ね、入ってましたね。確かにお肉が、あのお肉をちょっとこっちにも分けてあげようか。これだね、これおしまいじゃん。パヤパーン、これで十分美味しいですね。スープになってね。
で、眉にあと肉やらなきゃいけないでしょ。これも使っちゃう。これも眉にやっちゃう。それと、魚がもうちょっとこれはもう古いから、これ食べさせよう。魚ね、今日のまゆちゃんね、ごちそうだね。かしわすぎたぞ。魚をね、入れてあげましょう。頭。骨がね、あの喉に突き刺さって悪いよとかなんか言うけど、もういいの。勘弁な。食ってるだろうからね、現実の世界でさ、犬たちもさ、そういう骨を、はあ、腰ってやっぱ体重が100キロになると腰とか痛くなるよね。ちょっと痩せよう。酒飲まなくていいだけなんですけどね。うまいぞこれ、豆苗のスープだね。今日はあの入れません、あの卵はね。で、こっちはまゆちゃんのご飯。はい、これね、できるだけあの魚の頭とかなんかってのはね、食べた方がいいと思う。全部ね、シャムとかなんかってそれは黒いからね。塩味はそんなに問題ないと思うんだよね、入っても。おじいちゃんのご飯だね、これね。味噌汁もちょっとだけ出し入れようかな。しょっぱみがあってもいいんで、水を増やした分だけ出汁をちょっと多くなってもいいはずですね。水溶液ですからね、出汁は。まあこれがいいのか悪いのか。はい、こっちね、このまゆちゃんのご飯。はい、やっぱちょっと肉足りなそうなんで、鶏の唐揚げを入れましょう。でもうちょっと水を増やしておけばいいね。はい、で、あとはおじいちゃんのご飯だね。おじいちゃんのご飯。やっぱ目玉焼きが使えるのか、うん、俺は腰痛い。まいったな、この腰の痛さは。多分体重だよね。体重はやっぱり宝くじでも当たらんと痩せんよな。やっぱそれも困ったね。目玉焼き、卵はね、比較的素材からあの使える材料ですよね。で、これだとね、はい、ね、ちょっと水を入れてやらないとね、いかんですね。で、煮しめがありますから、まあおじいちゃんのご飯。ちょっとこのぐらいね、里芋に
薄揚げだね、厚揚げだね。はい、口が開けますね。もうちょいですね。あとはキャベツとヨーグルトと塩。昨日のおぼろ豆腐がありましたからね、ちょっとこれをこの中に入れちゃいましょう。この後食べるときにこうバクッとこうやっていけばいいですね。それはこの OK ですね。このお肉の唐揚げみたいなのをねちょいとやってやればいいでしょ。毎日のご飯も沸騰はしないようにしましょうね。今沸騰しちゃってる。もういいか、止めとこう。あとは冷たくなるのを待てばいいよね。鶏の唐揚げが入って、目玉焼きが上がる。うわあ、そこが破れちゃった。なんだよね、こういうのは悪くないか見ないとダメですね。うん、今ってもう出てますもんよ。君のご飯ももうすぐですね。もう母がずっとご飯にキャベツをね食べさせてくれてて、おじいちゃんにね。だから僕も必ず新鮮な、新鮮って言うのは随分前に買ったもんですけどね、キャベツを食べましょう。もう落ちた、前ずつ前にごめん。まいちゃんのご飯キャベツでヨーグルトだね。お父さん大会できてきたよ。ヨーグルト食べましょうよ、はい、トイレは行かないでいいかね。トイレ行かないでいいかね。行ってきた。ちょっと行きなさんだよ。もう今前のおしっこあるから。いいよ、すまねえから。ダメだ、ちょっと待ちな。俺するから待って。ちょっとまず入るの待って、今俺す行くの。入るんだね、トイレ入る。ちょっと待って、家でしてきて。本当に悪いけどちょっと待ってね。うち来てもほら待つんだからさ。今、前のご飯がある、から。まずご飯できたよ。どうする？先にトイレ入るかね。トイレ入る？ご飯食べるわ。じゃあ分かった。じゃあよかったよかった。はい。どうもどうも。はい、じゃあはい。どうぞどうぞ。ご飯食べてちょうだい。ちょっと今トイレするさ。前のうんことかあるからさ。ちょっと肩冷めろ。もうさ、入らんね。よいしょよいしょ。はい、じゃあ食べましょう。食べてください。よいしょ。マジちゃんのね、おしっこする場所なんですね、トイレが。だから大騒ぎ、おじちゃん入るだけでこれ豆腐がこんな入りましたね。なかなか美味しそうでしょ。これでね、味噌汁が1個できました。はいはい、じゃあご飯に、味噌汁に。美味しそう。はい、美味しそうだろう。味噌汁に、うん、今日
今日は目玉焼きだよ。目玉焼き、これでキャベツにヨーグルト。はい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 。じゃあこれね、キャベツにマヨネーズかけようか。よいしょ、あ、よいしょ、うん、ちょっと、うん、はい、じゃあゆっくり食べてちょうだいね、うん、はい、はいはい、よしよし、これをおじいちゃん持ってきてたね。はい、じゃあゆっくり食べてください。はい、じゃあね、はい、じゃあ皆さんも美味しく食べてちょうだいね。ちょっと今片付けしてますから、もうちょっと。お前はまだだよ。前のご飯もね、できてるんで開けないとだな。よいしょ、はいはい、ここね、あります。この状態ではもう全くこっちのご飯と変わりないですね。ほら、できてきてる。まだの卵で1個いくらですもんね。ん？鶏の卵って1個いくらで、200円で10個だね。1個20円ぐらいじゃないかな。まだちょっと暑いね。まあもうちょっとだよ。暑いからね、暑いからね、冷たくなったら食べようね。よいしょ、まだこれ暑いですから、ちょっと入れてようか。暑いけどね、入れてあげましょうか。まゆちゃんのご飯、パヤッパ。本当にあれだよね、犬のご飯って思えないでしょ。みんな昨日の仕立て直しですからね。食えないね、まだ暑くて。まゆ、もうちょっと待ちなさい、暑いから。わかった、わかった。じゃあ分かったら、分かったかどうか分かんないけど、じゃあちょっとだけ鶏肉でも、あ、もうみんな使っちゃったな。少し何かあげようか。ないね、あげるのね。これちょっとこう、これでもう十分ですね。お前おいで、タタタタタタってなりますね。おじいちゃんが食べてる間は中に入っててちょうだいね。はい、これ、はい、あげる、うん、いい子だね。はい、ということで、これも片付けてやるな。じゃあお父さんゆっくり食べてなよ、うん、はい、じゃあちょっと今からトイレ片付ける。はい、ということで皆さんもゆっくりと頑張ろうね。ちょっとこれが片付けです。じゃあね、バイバイ。